アイネーアースに背負われて脱出するアンキーセース。フェデリコ・バロッチ、アイネーアースの逃亡。ローマ、ボルゲーゼ美術館所蔵。アンキーセースは、ギリシア神話の人物である。ラテン語ではアンキーセス。長部員を省略してアンキセスとも表記される。トロヤオイーロスの娘テミステート・アッサラコスの子、カピュスの子。 一説にアッサラコスの子、またカピウスの子で、ラオコーンと、兄弟とも言われる。愛と美の女神アプロディーテイに愛されたことで知られ、アイネーアース、リュロスを設けた。また、ヒッポダメアという娘もいた。神話によれば、ゼウスはアプロディーテイが神々を人間と結びつけて、いたので、 アプロディーテイがいい気になって自慢したりしないように、アプロディーテイにアンキーセースへの恋を吹き込んだという。アプロディーテはイはいいで山で暮らすアンキーセースを見て、恋の虜になった。そこでアプロディーテイはキュプロスに帰って、身なりを整え、再びアンキーセースを訪ねた。アンキーセースはアプロディーテイを見て、あまりの美しさに、女神ではないかと疑った。しかしアプロディーテイは、 神の姿を隠し、プリギア王オトレウスの娘であると偽り、ヘルメース神がアンキーセースの妻とするために自分をさらって連れてきたと言った。アンキーセースは愛欲に逆らえず、アプロディーテイと一人を共にした。翌朝、アプロディーテイは神の姿に戻り、アンキーセースを起こしたが、目覚めたアンキーセースはその姿を見て、すっかり怯えてしまった。彼は、 女神と交わった男は生を失うと信じていたので、生を失った体で生き続けることがないよう、懇願した。アプロディーテーは、アンキーセースをなだめ、彼の子を身ごもったこと、その子を5年間ニュムテーに育てさせた後に連れてくること、そして、アプロディーテーに子供を産ませたことをりに話すと、怒ったゼウスが雷を投げつけるだろうことを伝えて、去っていった。 しかし、アンキーセースは、酒によって、アプロディーテイに愛されたことを話してしまったので、ゼウスの雷に撃たれ、仕事のできない体になってしまった。また一説に蜂に目を刺されて失明したという。後に、トロイア戦争でイーリオス城が陥落した際、アンキーセースはアイネーアースに従わず、脱出せずに城内に残ろうとした。しかし雷鳴と共に天に流星が現れ、 逃げるべき方向を示したとき、ついに諦めて、アイネーアースに背負われて脱出した。その後トロイアを出港して、イタリアを目指し、シチリア島で死んだという、ありがとうございます。